はい、皆さんこんばんは、小島まこです。本日の動画は韓国のアイドルグループロケットパンチのジュリさんとのコラボ動画になります。元 AKB48 の高橋ジュリさん大親友なんですけど、今は韓国でアイドルグループをしていて、でジュリフルデイズっていうジュリさんのチャンネルのこの企画があって、その動画と今回コラボしようとなりまして、まあジュリさんもちろん韓国に今いらっしゃるので、日本と韓国のリモートでコラボになるんですけど、私の今回の動画では質問コーナーとかやりますので、ジュリさんの方も私の方もぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。あんにょー、こんにちは、まこのファンの皆さん、ジュリさんが来てくれました。来ました、遊びに来ました。私のインスタグラムで、はい、あのファンの人から、そう、 MJ の質問ありますかっていう質問箱を設置したので、そうだね、そう、そこにもらった質問に答えていこうと思ってます。質問来た？いっぱい来た？めっちゃ来たよ。やったね。じゃあまこの質問センスを信じてスタートしますか。 OK。 でね、ジュリが仕切ってる。 OK じゃねえ。じゃあまず1個目ね、ボンボン行くね。いいよ。MJ と名付けたのは誰ですか、またいつですかって質問来てて、わかんない。じゃんけん大会じゃないよね。じゃんけん、あー、2人、あー、あ、でもその時ジュリ MJ あった気がするけどな。でもさ、プデの時はもう MJ、 うん、あ、韓国とかのファンじゃない、違うかかな、そうかも。なんか日本でじゃなくて海外の方が、何急にさ、なんかさ、カバンからなんか出そうとしてるけどさ、全然集中してないんですけど、この子。あ、見ましたか今。ジュリが真剣に質問答えようとしてる時にゴソ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 カバン取り出して、ごめんって、ごめん、マジ変わってないな。じゃあ多分プルだね、多分プルの時に、なんか韓国のファンの方とかかも。そうかも。大変だったこと、一番大変だったこと何ですか、プルで。寝れなかったこと。ああ。え、お風呂入れなかったことだよ。やめて。いやでも正直何が一番大変だったかって、あのダンスかもね。あのみんなで踊った猫っやの撮影が2日間とか3日かかったんだっけ。かかったね、2日3日ぐらい、うん、あの猫っやの撮影はめっちゃきつかったよね。めっちゃきつかったし、死ぬまで覚えてる、踊りすぎて。あとなんかね、結構リクエストで、まこちゃんがロケットパンチを踊ってくださいもめっちゃ来る。うわ、まこバンシー踊ってほしい。あ、そうで、ジュリさんに踊るとしたらおすすめの曲を今日聴こうと思ったの。バンシー。でもまこはジューシーも似合うと思うけどね。あ、ジューシーチューシーチューシー大好き。なんかまこの笑顔が似合いそう。まこって本当にダンスうまいんですよ。うまくないよ、センスがある。だからなんかまこ確かに踊ってるの見たい。それは結構リクエストが多いからやってみようと思う。へえ、嬉しい。私たちまだまだ新人のグループなのに。次は、うん、プレの時に頼りになるすごいなと思った AKB メンバーまたは韓国メンバーはいますか。せーの、ミャオさん。まこ、え、あ、ごめん、やばいやばい、ごめんごめん。まこやったね、これね、やっちゃったね。でも私は心の支えになったのはジュリさんで、最初の頃マジで日本人メンバー誰も韓国語喋れない中で、ミャオさんだけ唯一韓国語が喋れたから、なんか、そう、スタッフさんとのコミュニケーションも基本そのミャオさん伝達だったんですよ。え、てかミャオさん懐かしい。ミャオさんっていうかさ、え、ちょっと待って、すごい話がさずれるよね、ごめんね。そういう考えで言うと韓国メンバーで頼りになったメンバーがカウンちゃん。確かに、わかる。日本語上手だったじゃん、めちゃくちゃ。ほんとそうだね。なんかさ、価値観も一緒じゃなかった、カウンちゃんって。そうなの、わかる。え、カウンちゃん、マコも韓国メンバーは圧倒的にそうでした。じゃあ日本のメンバーだけ合わなかったですね。はい、ジュリさん、ジュリさん、ジュリさんが一番頼りになった。お前カットしたのか、今話してたこと全部カットしちゃって。それこそミャオさんとか見てよ、これと。ねえ、会いたい、ミャオさん。
会いたいよね、みんなも会いたがってるよ、ジュリさんに。ジュリさんって何なんだろう、なんか親友だし、でもなんか家族みたいな、双子の妹みたいな。なんかさ、似てはないんだけど、マコの方がなんかポジティブだったりするし、でもなんか一緒だよね、根っこのメンタルっていうか。うん、でもジュリさんも、私すごいメンタル強いって言うけど、ジュリさんも相当やばいよ。針山素足で歩くぐらいさ、辛いさこと乗り越えたわけじゃん。どういうイメージ？なんかそのレベルじゃん、多分なんか痛くて苦しくてさ。どういうイメージ？頑張ったよ。でもなんかマコは分かってるじゃん、その韓国のシステム、やっぱプリも経験したし、少しだけの大変なのもさ分かってるじゃん、ジュリが話すから。だからさ、理解者ではあるよね。いや本当にみんなが思ってるもう500倍ぐらい頑張ってる。500倍。なのにジュリが真剣に話してる時にカバンの中ゴソゴソしたりしますけど、ね、じゃあたまたまじゃん。あとシンプルに、今でも連絡取るんですかっていう質問結構多かった。絶縁状態だと思う。めっちゃ取るよね、マコ返信遅いから。そうなんだよね、もう全国共通で遅いですよ、私。マコって誰になら返信早いのってぐらい遅いよ。誰にも早くないね。あとはそうそう、美容で一番気をつけてることとか、美白になるためにはどうすればいいですかとか、おすすめの韓国コスメとかめっちゃ来てた。韓国人の肌っていうか、やっぱ自分と違うのをすごく感じるのね、モニタリングしてて。歌番組とかでほとんど皮膚科に通ってるんだけども、メンバーとかってみんな休みの日ちょっと時間あったらすぐ皮膚科行くみたいな感じで、その韓国人はその肌にすごく、あ、何、こだわりっていうか、肌がすごい重要だと考えてる人が多いし、ジュリは実際韓国でそうイニスフリーのをよく使ってるかも。でも本当スキンケアで、イニスフリーでも日本で割と最近ここ 1,2 年でバズってるイメージ。期間限定のじゃなくて緑色のやつが一番おすすめだし、メンバーもイニスフリーはすごく好き。敏感肌の人も使えるから。皮膚科ではさ、どういう施術とかをするの、肌治療？美白のパックを やるのと、なんか電気、あー、レーザー系だ。1週間に1回その肌のコンディションが悪い時はもう通い続ける。すごい頻度、やっぱ違う。やっぱまあベースも違うけど、やってることも違うわ。でもやっぱり、でもこれめちゃくちゃ需要あると思う。美容ルーティーンとか あのジュリフルデイズやったらめちゃくちゃ助かる、女の子絶対。あ、美容ルーティーン。あー、皮膚科行くところとか、やってることとかスキンケアの紹介とかしてください。ジュリフルデイズの企画の話ですか今。ありがとうね。ちっちゃいニキビとかもそのできたらすぐ皮膚科行って、あのニキビをね、なんか吸引する方法があるんだけど、圧出するんだ。それを絶対にする、なんかちっちゃいやつでも。だから大きくならないの、ニキビが。すごいわ、なるほどね。あとはまあメイク落とさないで寝るとかはありえないかもね、ちょっと。やっぱそうなんだ。うん、今まで本気の喧嘩をしたことありますか？ファンの人たちがこれまで見てきたのはなんかじゃれ合い、いじり合いみたいな感じであって、喧嘩はそれこそ本当に一回もないよね。なんか喧嘩する前にもうお互いが分かるって感じでね、嫌なものは、あ、嫌って感じてるかもとか。だから喧嘩はないかも、本当にないね。マジで相性いいと思うよ。いや本当そう思う。どちらがボケでどちらがツッコミ担当ですかって質問来ててさ、うん、ジュリさんツッコミだよね。でも基本ジュリがツッコミ、マコがボケに決まってるじゃん。決まってはないけどさ、比率的にはジュリさんツッコミで私ボケ。いやこの動画でマジで 97% ぐらいツッコミしてるよ今マコに。ああ、そう。興味ない。ジュリが本当になんか文字が漢字が読めなかったり。話そうよそれ。ジュリさんこの間漢字マジで爆発してた。なんか栃木県の鬼怒川温泉っていうなんか文章の写真が送られてきて、マコこれなんて読む、検索しないでよわらってきて、鬼怒川って送ったの私が。いやめっちゃ早くてその時返信、そうマジかわらってきて、なんて読んだのって聞いたら、鬼怒川って読んだって。使ってる脳みそが全然違った。あーでも言い訳だよね今、半笑いじゃん。すごい笑っちゃってた今。
ジュリさん呼びはずっと変わらないんですかって質問も来た。あ、わかる。え、なんでマコずっとジュリさんって呼んでんの？それさ、ジュリがさ、12期と14期にさ、なんか厳しいみたいな、その間になんかこだわり持ってるみたいに思われるからさ、さすがにさ、ジュリさんってやめてくれる？ふざけてジュリって呼ぶけどね。うん、たまに呼ぶよね。まあでもジュリって呼ぶ分には別に全然何の違和感もない。うん、ちょっと生意気。うざい。私の方がさ、年上なんだよ、でも一応。でもなんかマコって不思議、なんか妹みたいな時もあるし、上司みたいな時もある。上司？うん、なんかしっかりしてて。ありがとう。いや、なんかさ、いっつもさ、ジュリが言うとありがとうって言うけどさ、そのポジティブなんなの？ポジティブに生きようよ。全部さ褒められてると思うんですよ、この子。卒業式に袴を着るんですけど何色がいいと思いますか？考えてあげよう、考えてあげよう。何色がいいと思う？何の卒業式なのそれ？多分大学の卒業式とかでさ、袴着るんだよ、日本。かっこいい。ちょっと目立ちたいならさ、パキッとしたさ色とかがいいんじゃない？赤とかさ。確かに淡い色じゃなくて。うん、なんか最近淡い色が流行ってるんだよ、なんか日本で。うん、だからなんかあえて原色、青、赤、黄色とか緑とかでも可愛いんじゃない？確かに写真映えしそう。あ、ね、どうですかその子？いいって言ってる。いや、待って待って待って、その子とその子とビデオ電話してるとかじゃないよね。ごめんごめん。あ、ジュリさんの最近の好きな曲は何ですか？だってペテルギウス。あ、なんで知ってんの？日本の曲とかすごい調べるから。そう、アップルミュージックのさ、グローバルランキングとジャパンランキングは絶対いつも見てる。すごい。日本のアーティストだと、そのゆうりさんとかやっぱりめちゃくちゃ聞くかも、こっちにいても。他は？他は、うん、韓国のメンバーもそのドライフラワー練習したりしてて。へー。それでやっぱ韓国の人も好きな日本のアーティストの曲はジュリも結構聞くかもしれない。あのファンの人のためとかに、ヨルシカさんとかが韓国の人も聞く、なんか日本のアーティストかもしれない。日本の歌って感じなの、それが。あるな。そう、韓国にはないあの曲調なんだよね。マコは？マコは答えないの質問に。韓国のセブンティーンさん、昔のあのウルゴシュッチアーナ。あ、ウルゴシュッチアーナ。そう、あれが好き。それはいい曲だよね、めちゃくちゃいい曲。あ、IU さんも聞くよ。あ、もうめっちゃいいよね、わかります。大人気でしょ。スター、スター。あ、スターなんだ。いっぱい、まだまだ質問あるんだけど、ちょっと私インスタでさ、あの一生懸命答えるよ、ジュリさんの分まで。これせっかくもらったから。なんかさ、ジュリが答えてほしいのあったらさ、 LINE して、ジュリ答えるわ。優しい。そうする。うん、喜ぶ。そうしよう。うん、ジュリのチャンネルの方でも、マコのチャンネルの方でも超たくさん話してるから、どっちも見てほしいね。どっちも見てください。ジュリフルデイズ、ロケットパンチのアカウントだよね。そう、ロケットパンチのチャンネル。 OK。 はーい、 MJ のジュリです。マコが今もこうやってジュリと連絡して、すごく今も仲良しなんですけど、これからもあのロケットパンチとしても MJ としても楽しいものを皆さんに届けられるように頑張ります。マコ、これからも仲良くしてねー。